そういうのじゃなくて、その自分 B-boy 一世としてなんかいろんなチャレンジをしてみたいっていうだけでなんですよ本当に。はい、今回構成エトロックスを対談することになったんですけど、まあもう理由はもう結構いろいろあって、まずはこう自分がもっといろんなことにチャレンジしたくなったっていうのがこう主に一つと、なんだろうな、結構こうやってそのいろいろなことをやりたいっていう中で、この D リーグをずっとやっている中で、自分がこうフォーカスする場所をもうちょっと変えてみてもいいんじゃないかなってこう思って、まあ今はこうなんだろう、D リーグが始まった時っていうのは結構コロナの時期で、いろんなことができない、ダンスもできないし、それをこう発表する場もなかった時で、すごいこういいきっかけを作ってくれたのが D リーグで、でそこでこう自分も新たなチャレンジとしていろんな人に見てもらえる、そしてこうブレイキンの可能性を広めれる D リーグに参加して、で今もうこうバトルとかがすごく増えてきてて、自分もなんかこう SNS だったり見てて、こういろんな B-boy が活躍してるのをこう悔しいなっていう目線で見てて、だからこうなんだろう、まあダンスって結構いろんな幅広くジャンルがあると思う。このブレイキンっていうものもこの D リーグでショーケースっていう新たなこう可能性も広げたし、でバトルもあってみたいな、さらに違うことをなんかこう探したいなっていう、またバトルもしつつ、もちろんショーケースもやりつつ、レベルアップしたいなって思った時に、なんだろう、まあ、今回こう、もう卒業みたいな形で、構成エトロックスをこう、対談することになりました。はい。2021シーズンの時は、全くそういうことを考えてなかったんですけど、この2122シーズンが始まって、なんつうんだろう。というか、まあ、いろんな人と話して、チームのメンバーともそうだし、その、事務所の先輩だったりとか、に、今後僕どうしていけばいいですかねみたいなことを相談したときに、まあでも一世のためになることをやった方がいいって言われてて、で僕もなんかこう、自分のために自分のためにっていろんなことを考えたときに、なんだろうな、この D リーグがとかじゃなくて、もっといろんな世界でこう、なんかブレイキンを広めたいというか、そもそもその自分がブレイキンやってる意味としても、こう、ブレイキンをもっと広めたいとか、自分がこう、活躍したいというよりかは、もっとこう、いろんな人に、ブレイキンというものを知ってほしい時に、この固まってない方がいいなと思って、こう、一つに、これだけなんだ、ブレイキンは。じゃなくて、これもあって、ショーケースもあって、いろんなものがあって、ブレイキンってこんな面白いんだよっていうのを、やりたいなと思ったんで、それを思い出したのっていうのはもう常に思ってることなんで、自分がこうブレイキンをやってる中で、時期はだからずっと考えてることなんで、そのこのブレイキンを広めたいっていうのは、だからこう明確にパッっていうのはなかった。このここでこうなったから怪我してうわもう無理だからとかじゃなくて、もっとなんか新しいことできるんだったらいろいろやってみたいなって思ってからそう決めました。そうですね、この対談を心に決めたのは、まあ、それ、なんだろうな、心に決めたのは、決めたのはラウンド、まあ、8とか9とか、まあ、太一が復活してからとかもその辺ぐらいに、なんですかね、自分がこう、対談することとかじゃなくても、なんか別に安心できるなと思ったんです、このメンバーで。もう、自分がこう、声をかけたメンバーが、まあ再集結して、それをこう、映像で見た時とか、こう練習の風、こう雰囲気を見た時に、あ、もう、なんだろう、僕のイズムはだいぶ受け継がれたんじゃないかなっていうのはあって、この、なんだろう、みんなが勝ちたいからやってるとかじゃなくて、こう、本当にブレイキンを広めたいとか、すごい楽しんでやれてる環境を見て、あ、俺イズムはここに置いてって、俺はもっとこう、後輩に背中見したるんやって思ったのがきっかけかもしれないですね。そのぐらいからもう、こう、心に決めたかなっていうふうに、はい、思います。まあ、親とかには、まず、家族とかに話してどう思うとか、あとは、まあ、一番近くにいる、そのメンバーでも、中で、弟、太一とかにも、聞いて、でもなんか、その、言った印象が、
あ、そうなんだみたいな、いいじゃんみたいな、むしろもう感じのなんか印象で、でなんか自分が今後こうしていきたいんだって時に、いっせずっとそうじゃんって言ってくれたのが、まあ本当嬉しかった、まあ、東京に出てきて何をやってるかって言ったらダンスやってるんで、いろんなダンスをやっぱやった方がいいなとも自分で思ってて、でそれを伝えたらできると思うし、マジでそのダンス頑張ってほしいから、いろんなことに挑戦をしていいんじゃないみたいな、まだ若いしみたいなね、ことを言われて、すごいこうマイナスな意見っていうのがほとんどなかったので、ただ8ロックスのメンバー、太一とかには行けたんですけど、言えたんですけど、他のメンバーにはギリギリまで言えなかったですね。なんかなぜか、なんでなんやろうと思うんですけど、寂しい気持ちもあったりとか、気まずいとかはなかったんですけど、別に隠してもなかったから。でもそのみんなにも言った時にも、誰も否定もなく、なんだろう、こうね、OK してくれたというか、その一世がやりたいことをやればっていう風にみんなが言ってくれたんで、よかったなと思ってます。うん、ほんと相談したのがね、もうなんかすごい応援につながってたんで、なんかよかったなと思います。いや、なんかやめたいと思ってやめてるわけじゃないっていうのは一個こうあれですね、なんか死ぬほどこの D リーグが嫌いでとかで、なんかやめちゃったとかじゃなくて、結構あの時から思いは変わってなくて、なんかだから別に D リーグこんね、一旦対談するだけで、また楽しいと思ってたら戻ってくるとも思うし、まあもう全然わからん。続けようって思ってましたよ。本当に2021シーズンのあの時は。やし、別に、続けてもいいとも思ってるけど、もっと可能性を広めるためにっていう、今回のみんなその自分の決断なんで、そうですね。特に変化はないから、ダンス好きなんで、もうあの時とほぼ変わらんよ。うん。D リーグも続けるし、男子も続けるし、みたいな言い方してたんで、そうっすね。うん。変化は特にないから。この2年間は、振り返ってみて、めっちゃもうなんだろう、俺な、自分の言葉で言うとなんか軽くなっちゃうんですけど、本当に素敵な2年やったっす。なんか自分がもう味わったことない2年というか、ダンスでもそうだし、こう、人との関わりもそうだし、やってることも今までとはすっごい新鮮だ、こう新鮮なことやってたんで、そうですね、本当にだからこのディレクターっていう立ち位置をもらって、ディレクターってまず何なんっていうところから始まって、で、こう、体で勉強していくわけで、こう毎日を。それがもう楽しくって充実してって難しくて、ムカついてとかいろんな感情がこう、なかなかないじゃないですか、そんなこう、一日でこう感情がこう毎日変わることって。でもそれが、こう D リーグで経験できたことだし、でこう、自分が声かけて集まってきてくれたメンバーと、ほぼ毎日一緒にいて、なんか、ほんと学校に行ってる、高校に戻ったような感覚。自分が今まで先輩とずっとダンスやってたのが、同い年ぐらいのメンバーと毎日こう、いろんなこと考えてやれて、マジで楽しかったし、すっごいいい経験できました。これはね、なんやろ、言葉とかじゃもう、なんか、言えない。もう、僕にとってこの、もうブレイキン人生の中ですごい貴重な、すごい、なんか、重要だし貴重な2年間だったなって思います。いやー、めちゃくちゃむずい。うん。やってみて思ったけど、めちゃくちゃ難しかった。その違いが結構ありすぎるっていうのがあって、これはなんか僕よく例えで話すんですけど、そのバトルの練習の仕方とか、そのトレーニングの仕方っていうのは、本当にアスリートがやってるトレーニングの仕方に近いなっていうのと、ショーケース、今こうやって D リーグのショーケースのやる場合は、見せるための筋肉、ボディービルダーみたいな筋肉のトレーニングの仕方ぐらい、違うくて、やってるこの内容が。だから、これを両立するの、どう、このバランスをつければいいのかなって探してたんですけど、まずショーケースを考えなきゃいけないとかあって、で、体を動かす、それのずっと繰り返しで6時間やった後に、しゃ!個人練するぞっていう風には毎回なれなくて、
そうですね、このスケジュール感だったりとか、うん、多分できるやつはできるんだと思うんですけど、相当なきつさだと思います、うん、正直そうですね。だからなんか本当にでも D リーグを通してそのバトルじゃ得れなかったスキルだったりとか増えたと思うんで、できなかったことがよりできるようになったと思うので、あと体力がついたりとかもだし、やっぱりそのバトルの時って見てもらってるっていう感覚がなかったんで、今ってショーケースで見てもらってる感覚がもうひしひしと伝わるというか、もうまず見てもらわないと話にならないので、ショーケースはだからなんかこう見てもらえるダンスっていうのを新たにスキルアップしたのかなとか思ってます。うん、いや達成、何か達成できたかな。あ、でもそうそう、それこそ確実にブレイキンの可能性は広げたと思う、このエイトロックスで。うん、絶対エイトロックスしかやんなかったことやってたし、もうエイトロックスがなかったらなかったことなんていっぱいあるんで、そう、僕いつも言ってるんですけど、いつもてか、ラウンド4なんよ。メルヘンの回、ナオちゃんの主人公だった回。ブレイキンってめっちゃ僕、こう、いかついイメージがあるんです。かっこいいとか、なんか、イメージがあるんですけど、それを本当になんか常識をぶっ壊してきたな、みたいな。エイトロックスが。なのに、ブレイキンじゃないじゃないです。ブレイキンなんですよ、あれも。ブレイキンなのに、あそこまでできてしまっ、言葉にできない、これ新しすぎても。ブレイキンなのに、ああいう世界観ができて、世界観が、こう、すごいだけで、技ができてないのかって言ったらそうじゃないし、技もスキルも全部備えた上で、あんなショーケースができるって、マジで多分誰も思わなかったと思う。自分が思ってなかったぐらいなんで、あそこまでのクオリティのショーケースが。あれは革命だったと思います。だから、全然、そのブレイキンを広めたいっていう可能性と、あとはその面白さを広めたいっていう点では、絶対に広めれたと思います。広めたし、うん、可能性を広げたし、面白さも広めれたと思います。エイトロックスで。うん、これはエイトロックスじゃないとできなかったことだと思うので、そこは達成できたのかなって思ってます。まずは怪我の部分ですごいこう、なんだろう、まあ、本当によくやってくれたなっていうメンバーもそうだし、すごい申し訳ないっていう気持ちにもなんかすごくなったのも覚えてるし、なんか自分の管理不足だったのかなとか、もっと声かけて気をつけてやってればよかったのかなとか、あの時にメンバー出しちゃったのはどうだったんだろうとかがまず結構、なんだろうな、印象残ってることなんですけど、このディレクターっていう立場についてからはすごく考えるようになったなっていう。やっぱ前自分が一人でダンスやってる時とかはそんなこと考えてダンスやってなかったんで、怪我しても全然踊ってたし、怪我しても別に関係ないでしょ。でも今はもうチームのメンバーのこともあるし、その出るその試合がもう2週間に1回ぐらいのペースで大体やってたんで、そこにこう間に合わせなきゃいけないとかも、怪我してるのにとかもあったりとかして、そこが一番なんか思い出に残ってるし苦しかったところかなっていう。そうですね、うん、優勝した回はすごく印象に残ってます。イカズチの回もだし、あとヒップホップの回かな、はめっちゃ泣いたな。やっぱそのエイトロックスのドキュメントでも言ってるんですけど、マジで地獄見てるんですよなんかやっぱり伝わってないっていうところが一番悔しかって、でなんか初めて伝わった瞬間みたいなのがイカズチだったと思うんですよ。あの時はすげえ嬉しかったです。嬉しかった。ダンスやってて本当1位2位はこう争うレベルで嬉しかった出来事だったんで、あとその2122シーズンのその UT が結構こだわって作ってくれたヒップホップの回も、 UT の言葉一つ一つがもう胸に刺さりまくって、信じてくれてありがとうとか、信じるよそりゃメンバーやしと思って当たり前やんみたいな。でもなんかその思いとかがやっぱこう
強いショーケースだったんで、優勝回はすごい印象に残ってます。まあ、今後の自分の動き方なんですけど、何が変わるかってあんま変わんないっすもうダンスずっとやってます僕は。Dリーグっていうそのイベントをちょっと卒業するだけで、ダンス自体はずっと続けていきますし、Dリーグコロナの前とかの生活は僕結構毎月海外に行かせてもらったりとか、いろんな世界大会とか大会にチャレンジしてたので、本当いろんな大会にチャレンジしたいなって思ってます。また新しいイベントがあったら、多分そこにも顔出してるのかなとか、自分も参加できてたらいいなとか思ってるし、まあね、24年にはパリ五輪がもう待ってますので、そこに向けて全力で練習に励もうかなって思ってます。もしね、D リーグみんなが誰かが卒業ってもしかしたら次なった時に、次こういう世界あるぜってしっかり自分で胸張って言えるように、どんどんチャレンジしていきたいなって思ってます。よまあでも本当に、なんか、エイトロックスが嫌いとか、D リーグが嫌いやけんやめるとかじゃないっけん、本当に。そこだけですかね。なんか、いやまあそれはいっぱいいろいろあったよ。その辛いこともあったけど、D リーグとかに対してはいろいろあったけど、その本当にそういうのじゃなくて、もっと、その自分、B ボーイ一世として、なんかいろんなチャレンジをしてみたいっていうだけでなんですよ、本当に。だからナイスも、特に。みんなのことも好きだしな。でも D リーグはもっと変わってほしい、いろんな意味で。うん。なんかあればね、まあ難しいと思うんですよ、まだプロ D が始まって2年目とか3年目で。何かこう、ガッツンと変わるっていうのはやっぱ難しいと思うんですけど、なんか D リーグっていうものが本当に面白いんで、なんかもっとこういろんな攻め方だったりとか、ある、なんかあったら、またこう、参加する人も変わると思うし、見てくれる人も変わると思うけん、まあ今が悪いとかじゃないと思うし、でも、怪我とかスケジュール感とかは、もうちょいあるんじゃないかなと思うので、なんかこう、正解が。うん。だからなんかこう、もっとダンスを広めてほしいんで、僕は。うん。Dリーグを使って、こんないいプロジェクトないと思うので、ダンサーにとっても、ダンスを広めるこのツールにとってもいいイベントだと思うので、はい。次僕が戻ってくる時にめっちゃ進化しててほしいですね、D リーグ。うん。いつも後世エイトロックスのことを応援してくださり、ありがとうございます。そして、この2年間、僕はディレクター務めさせていただきました。そして後世エイトロックスとしても活動させていただきました。本当に皆さんのあったかい言葉がなければ、僕はもうくじけてたし、こうやって笑って、ダンスできてなかったし、本当にめちゃくちゃ支えられてたのがこの2年間だったので、本当に、なんだろうな、ありがとうございました。本当にありがとうございました。今後、また、いつか戻ってくる時があるかもしれないので、それまで、エイトロックス、バンバン、可能性も広げていくし、皆さんの心も踊らせるような楽しいショーケースを作ってくれると思うんで、彼らだったら、引き続き、後世エイトロックス、そして、僕のことも応援よろしくお願いします。繰り返し訪れるシーズン、鳴り止まないブレイクビーツ、張り詰まった空気まとった、The game goes on。こぼれたあの涙も乾いたフロアもう一度あの場所へと向かっていく Yeah このステップは何万回目やっとたどり着いた最善もう誰にも譲れないぜ That's how we do it 手を伸ばせば届きそうな夢の膝端を涙が手に咲く
ねてきたプライド名誉栄光金繰り捨て全てテイクオフ掴めその先にある成功 That's how we do it 手を伸ばせば掴めそうな夢の膝橋を続いてゆく燃え尽きるまで Keep going, keep going 願い握りしめ向かうステージの上明日なら